ウェーイ、皆さんこんばんちは。そうなんですよ、あのアイコン、僕が以前使ってたアイコンと同じなんですよ。そう、チャンネル登録者数1000人超えたのもあって、そろそろアイコンちゃんとせなあかんなーっていうのが出てきて、アイコン作成ツールみたいなの使って、作ってみたわけですよ。そう、アイコンとかヘッダー無償で作れますっていう企画をいろいろ Twitter とかでやってる人がいたんですけど、それをリツイートとかしたのは、そういうわけですね。そう、1000人超える少し前ぐらいから、その無償企画に参加したんですけど、結局全然何も返事なくてですね、1ヶ月ぐらい待っても何もないので、自分で作りましたね。本来であればアイコン作成ツールみたいな使ってないやつをアイコンにしたかったんですけど、しょうがない。この武器拾ってんけど何の武器やろ、これ全然わからんねんけど。これピースキーパーちゃうよな、これなんやろ。 SMG みたいな感じもすんねんけど、ほんとサプレッサーもついてないっていうね。おい、たー、誰ほんま。いや、お前かい。あ、 M13 か。 M13 も結構今強いですよね。この動画の後半に僕が M13 使ってみた動画もあるので、よければ見てみてください。ちなみにここもマイキーカスタムの強ポジっすね。もうワンパンス。タイプ雇用が M13 雇用が SMG 雇用がもう負けないです。絶対負けないです。負けるとしたらモサのスナイパーかモサのショットガンぐらいですね。マイキー選手珍しくタイプ25を持っている。反動制御が難しくて一切使わないと言っていたが、冷静に1キル。これが環境武器ですね。誰でも使える武器。というのが嘘です。さあ、コンビニから複数の足跡聞こえるか ?1 枚を、カット ?2 枚目を、冷静にカットしていく。いや、冷静で見事なダブルキルですね。これちゃんとリスポーンを把握しないとできないプレイですよ。さあ、今日の夕飯は何かと考えながら進んでいくマイキー。しっかりガソリンスタンドから出てくる敵をクリアリングして仲間を見ていく。おっと、エイムが悪くてキルが奪われる。MVP 取りたいからってキルパックするのやめてもらっていいですか?僕普段ハードラインつけてないので、ちゃんとキル取らないと MVP 取る。あーい。さて、拠点入ろうぜ、みんな。いや、スパロの無駄遣いやめい。最近 HS 使ってる人多いんでね、やっぱ KRM の強さをちゃんと紹介していきましょう、今回は。HS ってなんであんな強いかというと、1回撃ったら10発の弾薬が出てくるんですよ、銃口から。なので、多少エイムがずれてても、その攻撃範囲が広いので、キルできちゃうわけですよ。その分銃撃のインターバルがめちゃめちゃ遅いんですけどね。だからほんまに KRM は、ほんま BY15 と HS0405 のほんまうまく間を取ってるような感じですよね。ほんまになんかもう安定型って感じ。敵、こうへんな。これ、ちょっと暇やぞ。昔の俺をってちょっと熱い試合期待したのにな。ちょっと待ってよ。ちょっと頑張ろうぜ。いや、アナライターめっちゃ頑張っちゃうんですけどね。やっぱこの音がね、好きなんですよね。ピリリ、ピリリ、バーンってやつがめっちゃ好きなんですよ、僕。いや、なんでお前そこんな、お前ゴースティングか?ゴースティングか?ライブしないけど。めっちゃ狙ってくるやん、俺のこと。いや、でもあの人だけほんま上手いんですよ。あの人をよく無双してる人っすね。後で試合結果見せますけど、多分この試合でもあの人だけ相手チームの中ではめちゃめちゃ強い人っすね。これ来てんな、来てんな。これ絶対狙ってるぞ、また。おる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 。いや、これ。いや、来た。あ、そう来た。ああ。あー、もうこのゲーム終わってまうな。ちょっともうちょっと楽しみたかったぞ。まあいいか、最後コンビニ寄って帰るか。とりあえずコンビニ燃やしといてと。いや、ほんま申し訳ない。サーマイトほんま強いんよ。いや、キーンで終わらんといて。いや、昔の俺。